こんにちは、速稼塾の久保です。今回の億万長者合宿、そうですね、精神のことについて語っていきましょうか。やっぱりね、私はね、自分でも精神力がかなり強い方だと思います。で、逆にですね、精神力が弱いと何も成し得てないと思うんですよ。これはすごくシンプルな話なんですけども、例えばね、動物、物質、人間というふうに3つのカテゴリーを分けるとして、精神があるのって誰なんですかね。動物には精神っていうのはありません。本能と条件反射で動いてます。精神があるように見えるのはあくまでも人間がそう思ってるだけであって、感情は多少あるでしょうけども、精神はないわけですよ。ここが非常に大事なところです。ワンちゃんとか可愛がればさすがに喜んでね、ハーハーやってベロを出したりとかして、すごくね、愛嬌を振りまいてくれます。でもそれはですね、あ、この人に、愛嬌を振りまいたらいくらぐらいもらえるかなっていう形で、思考してるわけじゃないんですよ。要するに精神を使ってるわけじゃないんですよ。それはですね、多少の感情なんですよね。で、精神と感情っていうのは似て非なるもので、同じと言ってもいいんですけども、普段は細かく分けると精神と感情っていうのはちょっと違います。で、私がね、今こそ精神力だと思うのは、みんながね、もう暗くなって将来が見えないわけですよ。すごく落ち込んでるわけですよ。その時にこそ精神が大事だっていうのはこれで分かります。人を励ましてあげる人ね、人を応援してあげること、で声をかけてあげること、癒しとかね、それから希望を見出すようなことをずっと言ってあげることによって、人は鬱屈した精神がもしかしたらね、回復するかもしれないんですよ。で、うつ病ってなんで起きるかってことなんですよ。それはうつ病ってのはですね、自分が求められてない、もしくは自分の行動が否定されるってことがもう本当にね、嫌になって苦しむわけなんですよ。板挟みになるわけですよ。上からも下からも横からも、そして相談できる人がいない、癒してくれる人がいない、だからうつ病になってしまうわけですよ。精神病になるわけですよね。ですから、普段から人に励まされて、普段からね、人に必要とされて、応援されて、いわゆるね、チヤホヤされていたら、うつ病になるかって話なんですよ。いつも気持ちがいい、いつも楽しい、いつも嬉しい。どうやってうつ病になるんですかって話ですよね。だから精神っていうのはすごく大事です。私はね、それは全然否定しませんし、精神論を否定する人も中にはいるでしょうけども、そういう人はそういう精神力なんですよ。だから結局ね、精神論に戻るんですよ。人の精神論を、攻撃する人は、そういう精神で生きてるんですよね。そういう思考で生きてるんですよ。ですんで、私は結局は精神力なんだろうなと思います。人間はね。で、自己否定論というのが速稼塾の中にありますけども、これは何かっていうとね、現状でもうね、打つ手がないんじゃないかなと思って、行き詰まることがあると思うんですよ。でもそういう時に自己否定論です。いやいや、まだなんか打つ手があるんじゃないかなとかね。今までやってなかったこの方法はどうかなと。昨日まで否定していたこれはどうなのかなと思うことなんですよ。これが自己否定論です。過去の自分を否定してみて、違う方向でね、これはないだろうと思う道に進んでみるってことなんですよ。今、店舗をやられている方、会社をやられている方、非常に苦しいと思います。今までやったことが通用しない。そういう時こそ、今まで通用しなかったことが通用するようになっているかもしれないっていうようなパラダイムシフトが必要なんですよ。これが自己否定論です。いわゆるね、折れない心を持っていこうってことなんですよ。結局は、出口のない洞窟はないんですよ。入った以上は必ず出れるんですよ。その出口が見えないだけであってね、その出口はこっちなんじゃないかなっていうふうに励ましてくれる人がいないだけで、目の前が真っ暗になってるだけなんですよ。でも必ずですね、私たちは、人類っていうのはね、どんな苦境からも、どんな大戦争、大干ばつ、そんなとこからもね、多少の犠牲は出ても、絶対にね、復活してきたわけですよ。じゃあ犠牲が出ちゃった、お亡くなりになった方とか、戦線から離脱された方はどういう方かっていうと、やっぱりね、弱い方とか、人から支援されなかった方とか、人から励まされなかった方とかね、こういうふうに、まずは精神が傷んできてしまってですね、で、肉体的に滅びてしまう。そして肉体が滅んでいくから、精神もやっぱり弱ってしまうって。この繰り返しで落ち込んでいくんですよ。でも肉体が滅んでも精神的に支えるものがあればね、励ましとか癒しがあれば、肉体を持ちこたえさせることができるんですよ。その逆もそうなんですよ。精神力が弱っても、肉体が強い、筋肉隆々の人ってのは、精神をね、肉体によって押し上げることができるんですよ。じゃあ精神と肉体、どっちも失った人っていうのは、これは死なんですよね。もう死を待つだけです。ですんで、そういう両方弱った方には、誰かの励ましや応援や癒しってものが、希望ってのがね、必要なんではないかなと私は思うんですけどね。